こんにちは、神谷食品商品部佐藤です。今日は冬の料理にも負けない樽の香りたっぷりのワインを紹介したいと思います。こちらです。コンティゼッカルナです。上代は2250円です。この時期香りや味の強い料理が多い中、樽香との相性がいいワインを、飲んでいきたいと思います。まずは、簡単にワインのスペックを紹介します。州はプーリア州、ブドウ品種はマルバジアビアンカ 50%、 シャルドネ 50% です。ヴィンテージは2018年。特徴としてシンダルバリック 50% 比率の熟成となっています。それではインポーターの情報をもとにテイスティングしていきたいと思います。まずは色なんですけれども、どうでしょうか。皆さんこれで色が感じられるでしょうか。色は非常に濃い麦わら色のような気がします。南のシャルドネ、太陽をたっぷり浴びたような色を感じると思います。お、香りなんですけどすごいですね。シンダルですね。まさしくシンダルバリックという香りと、マルバジラビアンカ特有のモスカートっぽいようなちょっと甘いようなフルーティーな香りもすごくするんですけど、香りとしてはすごくまとまっていると思います。うん、ちょっと先ほど言ったようにちょっと甘いかなっていう感じもしたんですけど、味はすごくドライです。とてもボリューム感があります。果実意味も強くあるんですが、そこそこ酸味がありますね。でこの酸がすごく効いているので、飲み疲れがしないワインじゃないかなと思います。余韻としてはそうですね、やっぱ樽の香りよりブドウの強さっていうんでしょうか、それが非常になんか突出しているような気がします。このワインもそうですね、食欲をそそるようなそんなような感じがします。アビナメントするんであれば甲殻類とか、チーズのリゾット、特にクリームを使った料理と合わせるとお互いさらに引き立つんではないでしょうか。このワインの評価をいつも通り5点満点で採点したいと思います。私は4点つけたいと思います。非常にボリュームもあり、樽香のリッチさもとても感じるんですけれども、もちろん美味しい、すごく美味しかったんですけれども、個人的にはちょっと全体的に主張が強すぎるんではないかなっていうふうに思いました。樽の香り、ブドウの強さ、果実味の濃さに比べて、酸味の弱さというか酸味のなさ、まあもちろんないわけではないんですけれども、ちょっと比べると弱いかなっていう気がします。バランス的にもう少し酸が欲しいかなっていうふうに感じました。ですが酸っぱくないワインくださいっていうお客様ってすごくたくさんいると思うんですね。そういうお客さんには本当にぴったりな、ワインではないでしょうか。今後もいろいろなワインを紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。